はい、動画をご覧の皆様こんにちは。こんにちは。レック S 式合格講座で今回合格者の方をお迎えして、小1時間ほどトークしたいと思います。担当はレック専任講師大高坂愛子ですと、レック専任講師の鎌田と申します。よろしくお願いします。はい、で真ん中にいらっしゃるのが、はい、今回2022年の、はい、試験の合格者、上杉さんです。はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いしま す。2人とも緊張してる。緊張しますね。やっぱり何度こういう収録をしてもですね、緊張するものは緊張すると、はい、特に合格していただいた方が、隣にいるってなるともっと緊張しちゃいますけれども、皆さんもですね、はい、ぜひ合格できるように、今日合格者の方のですね、意見を聞いた上で、はい、参考にした上で頑張っていただければと思います。はい、もう終わりみたいな。あれ終わりみたいな、はいはい、今びっくりしちゃって、はいはいはい、司会進行しようとしちゃいましたけど、進行役は大高坂先生です。はい、私がちょっと不慣れでですけど、はい、よろしくお願いいたします。はいはい、今回ですね、上杉さんがなんと東京は渋谷にね来ていただいて、鎌田先生もね渋谷に来ていただいて、はいはい、私はホームなんですけど、2人はやっぱりアウェイでしたね。はい、来ていただいているので、ね、せっかくねお二人だって初めて、初めてですね、ですよね。うん、なんかさっきも、まあ、渋谷にね、やりますよって、この時間ですよって、いつぐらいに来るんだろうと思って、私は行政書士の担当の方と先に来て、そうそう来られるみたいですよみたいなこと言って、上杉さんからねご連絡いただいて、エレベーターがね上がっていくのを見て、あ、来る来ると思ったら開いたら2人偶然ばったりとね、渋谷で迷子になってた。あ、なってました。そうそうそうっていうね、前置きは置いといて、はい、本題でいきましょうか。はい、やっと本題いきます。はい、いつもね前置き長いので言うなんです、はい、すいません。はい、ということで、上杉さんには事前にいくつかやっぱり皆様も気になるS 式合格講座で本当に力発揮できるのかみたいなところが疑問にね思ってると思いますので、事前に質問を聞いて、はい、それに答えていただければなと思いますけれども、まあ、まずは一つ目、はい、行政書士を、まあ、目指そうと思ったきっかけとか理由とかっていうのが、はい、まず行政書士を知ったきっかけが、前職で建設会社で勤めてまして、まあ、その時に何回か行政指導っていうものを受けました。気になるけど止まないわ。でも行政指導とは何かっていうのをインターネットで調べまして、はい、そしたらまあ行政手続き法の一部だということが分かりまして、で行政手続き法を扱う職場は、職業はどんなものなのかっていうのを、まあ、さらに検索をしたところ、うん、まあ、行政書士というワードが出てきまして、うんうん、でそこで、まあ、行政書士というお仕事を知った形になります。はい、かなり真面目な理由で。そう、聞かれてないけど私が答えするなら、私は独立したかったからっていう、ただそれだけのきっかけで行政書士を目指したんですけど、うん、そうですね、僕も行政書士を目指したのは独立したかった。やっぱね、一般の企業とかで働いてるとやりたくもないような仕事もですね、頑張ってやらなきゃいけないっていうところは結構あると思うんですね。だけど行政書士っていうのは、まあ、職業の、まあ、仕事の種類でいうと一般的に1万種類以上あると言われている。どうですか皆さん、1万種類以上あったら絶対皆さんやりたいこと見つかりますからね、うん、そういった働くフィールドも広い仕事だと、そういったところに私も惹かれてですね、うん、行政書士っていう仕事を今現在も大高坂先生もそうですけど、はい、実務でやっているというところですね。そうですね、いや今日は鎌田先生を立ちつけてくるのかなと思って、うん、すいません私だけでしょばって、僕合格者みたいになってますからね。一応講師やってますのでね。いやいや、そうですよ、はい、そうです。そうで、2022年なので鎌田先生の S 式のクラスに入ったということですよね。はい、でその S 式の合格講座を知ったきっかけ、2番目、はい、これもインターネット検索になるんですけども、うん、まあ行政書士
通信講座ってこうインターネットで打ちまして、うん、そしたらまあいくつか他社さんとかの名前も出てきたところ、あの私は以前宅建試験であのレックさんにお世話になっていたので、うんうん、もう一目散にレックさんのホームページを開きまして、うん、であのその時にこう見出しですごく分かりやすく S式講座29,800 円っていうのを見ましてあ値段も手頃だし、うん、まあ、今から始めても間に合うのかなっていうふうに思いましたので、うんうん、申し込みをしたところでございますめっちゃ緊張してる。まあするよねでも隣で川本先生も緊張してるそうギシギシですよ、はい、なんか一人だけ違う空間で喋ってるみたいな感じになってて申し訳ないんですけど、やっぱりね、S 式ってあの私も逆質問していいですか。鎌田先生的に S 式の S ってどういうふうに思って講義されてますか、はい、S 式の S ですか、はい、S 式の S、まあ、一番大きいのは隙間時間を利用しようっていうのは、まあ、レックとしてもこの S 式を作るっていう時から出てるところで、まあ、隙間時間利用しようっていうのが S 式のまあ一番の大きなところかなっていうふうに思いますね。確かに、いや多分その隙間時間っていうところで上杉さんもその広告とか見てね、はい、あの申し込みを決意したんじゃないかなと思ってその選択した理由、はい、うん、あるんですけど、他にこう魅力を感じたところってありますか。そうですね、まあ、他 の、 そのライブの講義と比べるとやっぱ価格が良心的で、うん、まあ、あの続けていけるかなって思ったのと、うんうん、アプリで問題集がついていたので、うん、復習もしやすいのかなといったところで、うんうんうん、はい、あの選択をさせていただきました。うーん、確かにね、他の予備校の、ね、講義ってアプリって なかったですよね、その時ね。うん、今でこそいろんなところでこう丸×問題みたいなのがあったりするんですけれども、結構先駆けなイメージあったんですけど、ちなみに問題って鎌田先生が選んでるんですか。あれはあの全部僕セレクトしてますね。わお僕セレクトして、うん、あのアプリは僕のコメントももう1800問ぐらいには全部コメントつけてる感じですね。すごいですよね、はい、すいません、私のはちょっとあれなんですけど、全部鎌田先生の、いやいやいや、あのあれなんです。でもね、本当に皆さんね、あのアプリあれぜひね有効活用してほしいんですね。問題数でいうと、うん、当初は1800ぐらいだったのが、はい、今は2000問ぐらいになってますんで、2000問っていうとですね、市販の問題集、一問一答問題集とか普通に本屋さん行くと売ってますよね、はい、その本屋さんに売ってるような問題数に収録されている問題よりも多い問題集もあるわけですからね。それぐらい非常に問題数としては多く収録してます、厳選したものを収録してますから、ぜひアプリの方も使っていただきたいっていうふうには思っています。ですよね、S 式ってやっぱりこの講義を隙間時間で見れるのと、 それに伴ってこう復習もあのスマホでできるっていうのはやっぱりこう売りにしているところで、それをしっかり活用していただいたっていうところは、うん、あのすごいなっていうのは、あの、ね、あの講師の先生が伝えるだけじゃなくて、それを受け取って、うん、あのしっかり実践されているんだなっていうのを強く感じたので、うん、はい、あのぜひね、あの見てる方もやっぱりやるならとことんっていうところは、そう、うん、思いますね。当然ね、あのね、はい、S 式ですから、うん、講義時間でいうと通年講座とは違って、はい、私たちが皆さんにお伝えできる情報量っていうのは限られてくるわけですね。60時間しかない。だけど安かろう悪かろうではやっぱり、予備校として皆さんに合格してもらいたいという気持ちで講座を作ってるわけですから、よくない。じゃあどうやって合格してもらおうかっていうふうに考えた時に、今先ほどあったようなアプリであったり、うん、テキストであったりを合格できるレベルの教材を皆さんに提供しようということで S 式実際に講座作られてて、なおかつですね、皆さん S 式先ほどね、安くて価格良心的でいいっていうふうに、はい、お話ししていただきましたけど、合格率どれぐらいだと思います。安かろう悪かろうで、お金ね、安いとは言ってもお金出して時間使っても受かんなかったらね、元も子もないじゃないですかと、はい、だけど一般合格率のですね、実はこれ3倍ぐらい
あるというふうにデータとしては出てますから、安いけど浮かれる口座、それが S 式ですので、まあ、こういったところもですね参考にしていただいて、はい、と思います、はい、ちょっと長々と喋っちゃいましたけど、途中から川野先生のガイダンスかなとか、はい、それぐらい緊張してるらしい、どうやらって、そうそうそう、喋ってないとねドキドキしちゃう、うん、そう、もう上杉さんもう どんどん入ってください、そう入ってこないと、うちら2人で出られる、関西ので早いって入ってくるんですよ、絶対。そう、あの S 式ってただやっぱり通信講座なんで、うん、私たち講師がこう話している、うん、でやってくださいっていうこと、あのやってほしいから言ってるけどっていうところで、やっぱり受講生とのあの距離感があるんですよね、うん、でそういうのを補った Zoom のフォロー講義が、ね、あの鎌田先生のもあるというところで、どういう感じで活用されてたんですか？はい、はい、と活用方法は、まあ、結構試験直前期だったので、まあ、重要なところを聞く意識をしながら毎回 Zoom の授業に参加をしてました。で Zoom のその授業の中では結構直接励ましの言葉をたくさんいただけて、もうあの勉強って結構一人でやってるとすごく辛いんですけど、まあ、背中を押してくれていた気がしてすごいありがたかったなっていうふうに思ってます。めっちゃ嬉しそう。ね、恥ずかしいですね。はい、そう、あの私のクラスでもやっぱりあの定期的に Zoom フォローゼミしようかなと思ってるんですけども、あの Zoom のそのフォローゼミで一番良かったみたいなないですか？こういうのが良かった、もうちょっと具体的に。そうですね、あの、うん、記述でしたっけ、予想問題かな、あや、なんかやりましたね、あらさって、うんうん、はい、短期、うん、民法の範囲の短期居住権でしたっけ、あが出るかもしれないっていうところとか、あ、うん、まあ、今まで過去問になかったので、うんうん、そういうところはすごく良かったなっていうふうに思いました、うん、そうですね、 Zoom フォローは基本的に何のためにやってるかっていうと、先ほどお話ありましたようにどうしても通信なので、まあ、孤独になってモチベーション維持っていうところがね、続かないと、そこで Zoom フォローで生でですね、まあ、画面越しですけど生で喋ってますから、少しでもモチベーション維持してもらおうっていうのが一つ、そしてまた60時間ということで講義の中でお話できる内容っていうのが限られてますから、プラスアルファの知識っていうのを Zoom フォローのところでサポートしていこう、先ほどお話しいただいたように配偶者居住権、短期居住権に関連する民法改正の話とかですね、そういったところっていうのをサポートをしている。で最後に応援コメントですね、諦めたらそこで終了だっていうのは S 式の講座の中で常に言ってることですので、ね、実際に、模試でどうでしたっけ、180点超えたことどうでしたっけ、はい、一度もありませんでした、はいはい、それで、ね、メンタルやられて、私ツイッターとかもやってるんですけど、うん、DM とかでですね大丈夫でしょうかとかいう、うん、すごい頑張ってんだなっていうのが伝わってきてですね、諦めないでくださいと言って見事合格していただけた。で例年ですね、模試で、得点いかないけど合格するっていう方は非常に多くいらっしゃいますから、ぜひですね皆さんも諦めることなく最後まで走り続けていただきたいっていうふうには思っています。うん、なんかいいな。なんかあのね、私はまだその経験がないんですけども、その自分のクラスの合格者の方とこうやって対談してるのいいなって思いながら見てます。あの、ね、あの続く方がいたら本当にいいなと思います。ぜひね大高坂クラス取っていただいてね、2つクラスがありますからね、どっちの先生もね、まあ、もう熱意だけ皆さん合格してほしいって気持ちありますから、うん、ぜひ大高坂クラス取っていただいて、はい、合格してね、こういうところに立って大高坂先生を喜ばせてあげていただければと、お願いしますとかって、いや引き続き鎌田クラスもね、鎌田先生のクラスもあの続く人がね来てこうやって話できればいいなっていうのを思いながらね、というところで、でここまではまあ S 式を使った学習方法っていうところ、まあカリキュラムに沿ってっていうところだったんですけれども、次に実際に上杉さんが合格するために行っていた学習方法、はい、っていうところを
まあ、ざっくりでもいいのでお話しいただけると。はい、はい、まず私は、お風呂の時間と、はい、睡眠時間の時と仕事以外の時は常に S 式の動画を聞いていました。やっぱり見たいドラマとかテレビ番組は我慢しましたし、やっぱり旅行であったりとか外出をすごく控えました。で、通勤時間は、条文読みにこう当てまして、あ、これかな。はい、はい。で、風呂上がりの、まあ、ストレッチとか、ご飯の時はもう憲法の時間って決めて常に憲法を聞いていた形になります。ここか。そうです、でテキストで出てきた条文は条文集にこうマークして、常に照らし合わせながら勉強をしていた形になります。でこちらがもう平日の、時間の配分になるんですけど、自社出勤をしていたので7時半から4時半が私の勤務時間でした。手前情報でとある先生は5時に寝てたって誰でしょうね。あととある先生誰でしょうね。一応映しましたけどまた戻しますね、はい、まあ、あね、人それぞれ24時間の使い方は違くて、はい、やっぱり話は雑誌しましたけれども7時半の出勤だったと。はい、はい、でこの赤車線引いてるところは基本的に勉強しているところになります。この赤車線を含めると5、6時間。そうですね、平日では最低5時間は勉強していたかなというふうに思います。すごいですね。いや今パッと見で思ったんですけど、ご飯食べてまた勉強してってなると眠くならなかったですか？そうですね、眠くなりました。ただやっぱり落ちたくないって気持ちも勝ったので耐えました。あ、なるほど。で22時過ぎにお風呂入る、はい、時間で、はい、上がってからもまた勉強。そうですね、これはでもベッドでこう寝ながらその日分からなかったところもう一回見たりとか、もう頭を使わなくていい作業をこのお風呂上がりはしてました。で寝たと。寝た、はい、はい、で通勤時間は上っていうのがこうぐる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 、はい、これはあれ、上杉さんはいつから勉強始めたんでしたっけ？はい、6月から勉強を始めました。おお、6月で一般的に鎌田先生6月勉強開始。一般的に行政書士試験っていうのは6ヶ月ぐらい、まあ、期間でいうと6ヶ月ぐらい必要で、時間でいうと1000時間ぐらい必要だっていうふうに言われる国家資格なんですね。そう考えると今先ほどお仕事もされてる中で1日勉強できる時間っていうのは、あ、これ何時間ですか？5、6時間ですよね。で6月から5ヶ月ぐらいで合格、結構厳しかったんじゃないかなと。はい、いやですよね。でも最初にこう話伺った時にも思ったんですけども、なぜやっぱりこの普通だったらなんかこの今年の11月、今回の11月じゃなくて来年に持ち越そうかなみたいな気持ちになりそうな時期でもあると思うんですけれども、やっぱりあれですか、ご自身の勉強のスタイルみたいなのが、はい、短期集中みたいな感じで。そうですね、夜型短期集中型になってると思います。そうね、しかもね、これ勉強の仕方としていいのは、はい、寝る前に、結構記憶するようなものをやるって言ってたじゃないですか。はい、はい、皆さんもぜひ参考にしてほしいんですけど、記憶っていうのはやっぱ寝てる時に整理されて長期記憶に移り変わっていくんですね。だから寝る前に暗記科目をやるっていうのは結構記憶の面でもいいところになる。しかもね、よく寝れるようになりますよ。なんでかっていうと法律って勉強してると眠くなるからですね。だからまあ睡眠導入剤みたいな感じで、なおかつ寝る前にちょっと覚える意識を持っておくと記憶にもいいっていう形なので、ぜひですね、寝る直前は記憶の時間とかね、そういうふうに自分なりに決めていただいてやっていただくっていうのはいいと思いますね。この勉強時間には動画とかは特に聞いてはなかった？
例えば何回も間違ってしまったところはもうベッドでこう横になりながら、うん、っていう感じでもう聞き流すみたいな感じで聞いたりとか、それこそやっぱあの直前期はもうここもほぼ条文の時間に当ててたりとかもしてました。うん、はい、こういう感じですか。もうそうですね、こういう結構多かったですね。枕元に iPad を置いて聞くみたいな感じとか、あ、そうですね、模試が始まったらやっぱ模試間違えたところの科目とか単元だけ見るとか、そういった時間に当ててました。模試が始まるのも申し込んですぐじゃないですか。そうですね、うん、ですよね。インプットしながらとかですかね。そうですね、6月、10月、そうです。でもそうこうしてるうちに試験日になりますね。ですよね、ですよね。だからこうやって例えばこう今動画見てる時期が、春ぐらいでもこのぐらいやる気力をあるなら間に合うぞっていうところになるんでしょうね。そしてプラスアルファ、上杉さん本人がこういう勉強の仕方がいいって思って続けてきたことが多分、ね、合格につながっているのかなっていうふうに感じました。そう、大高坂先生もねよく言ってますけど、何でしたっけ、はい、ほにゃ何々は勝つコツ、コツコツは勝つコツです。そう、はい、私はね授業の時にね塵積もって言ってたんですけど、塵も積もれば山となるみたいな感じで言ってたんですけど、大高坂先生がコツコツは勝つコツってうまいこと言い始めちゃったんですよ。もうね、もうそれ素晴らしいなと思って、やっぱ合格のためには、まあ、地理積もそうですけど、コツコツは勝つコツもそうですけど、日頃の勉強を続けていくっていうのが大事なんですね。法律の勉強っていうのは1回の勉強時間、まあ、覚えようっていう時間を長く取る必要っていうのは実はそこまでないですね。なんでかっていうと、例えば条文1条ありますね、とこれ覚えましょうっていうことで1つの条文を10分20分眺めてるよりも、その条文1回、まあ、1分でも2分でもいいからその日読んで、で次の日また1分でも2分でもいいからその条文読んで、これを5回ぐらい繰り返して10分ぐらいですよね。そっちの方が記憶は定着しますから、法律っていうのは、まあ、1回の覚える時間を長くするというよりかは見返す回数を増やす、でトータルで時間というのもきちんと確保できるようにするっていうのが非常に、まあ、効率的な記憶方法、学習方法につながっていくってとこですね。うまくやってたってことですよね。うまくやってた、すごいと思います。しかもね、先ほど条文を寝る前に読み込んで見てたって、言って、はい、おっしゃってましたけど、行政書士試験、実はこれ条文知識が入っていれば解ける問題って非常に多いですね。だからこれから行政書士試験目指そうとか、また実際に今まで過去問はいっぱい解いてるんだけど何回もうまいこと言ってないですっていう受講生の方に、じゃあ条文読んでましたかと、はい、言うと、実は条文あんま見てなかったですっていう方が多いですね。そんな時に、条文をじゃあ今年は頑張ってみましょうと、で条文見る時には、皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれないですが、行政手続法と福祉審査法と事件訴訟法と、はい、国売と代執行法と地方自治法と憲法統治、こいつらは条文をすごいって言ってペラペラ出てきちゃうんですよね。いっぱい教えてると、条文を大事にして勉強しとけば、実は直前期はテキスト見るよりも条文見てた方が点数つながりやすい科目でもあるんですね。だからぜひこれから受験考えている方は S 式の講義の中でも、私も大高坂先生もアドバイスすると思いますけど、条文大事にしてほしいっていうのはあります。 S 式で合格されている方は短い時間ですけど合格するための勉強方法とか、ここはポイントですよっていうのは大高坂先生も僕も話しているところですから、はい、ぜひですね、講師を信じて最後まで走り抜く、はい、走り抜ければ合格できる、これが S 式講座だっていうのはご覧いただいている方はちょっと、はい、そう営業みたいになりましたけどね、はい、通販みたいになりましたけど信じていただいてもいいかなっていうふうに思います。そうですね、やっぱ信じてもらえないと悲しいですよね。そうですね、そう、うん、まあやっぱね人ですからね、合う合わないっていうのはあると思いますけど、うん、そうですね、うん、講師をね、合う講師を見つけるっていうのは結構大事ですね、うん、大事ですね、うん、うんうん、そっかそっか。あとそう気になったのは記述対策
やっぱり気になってたんですかね。最後11月まで記述対策しなかったのですがっていうところで伺ってますけれども、やはりあの講義の中で確立対策を、まあ、基本をしっかりしていたらそのまま記述に活かせるっていうことは、あのもう再々おっしゃってたので、それを信じて10月の末まではずっとそれをやっていて、やはり模試で108点超えないのやっぱり記述も大切なのかなといったところで、11月はもう記述だけの時間にほとんど当ててた気がします。でも記述ってやりながら条文も確認できますし、周辺の論点も確認できるわけですよね。うまくやってたってことですよね。あれ、上杉さんの時って記述対策の講座 S 式あった、多分初めて記述をつけた年ですかね。それは11月ぐらいに見たところですか、それとももう事前に見てました。その聞き流す程度では10月の半ばから聞いてたんですけど、まあ、真剣に取り組むなら11月からかなって。なるほどなるほど。いや、あの今 S 式の講座ってその記述対策つけるつけないのコースもあったりとか、いろいろあるからこそどれが一番いいのかっていうのを悩まれてる方もいるので、あのやっぱり合格者の話を聞いて思ったのは記述もつけてねっていう大事だと思います。そう、あのね、皆さんね、あの記述って行政書士試験にあるんですよ、これ得点ウェイト300点満点中の60点あるんですよ、なんと、合格点180点ですよ、300点満点のうち180点取れば基本的には合格できる試験で、そのうち60点が記述なんですね、非常に得点ウェイトが高い。記述制するものは行政書士試験制すると言われるようなところでもありますから、ぜひですね、記述つけた方がいいのかな、どうなのかなと思っている方はやっぱね、合格されている方は記述つけている方が大多数ですので、そうですね、つけてほしいなという気持ちを込めて伝えました。はい、あとそうですね、勉強方法詳しく、ね、聞いてますのでそこを伝えたいと思うんですけれども、隙間時間に動画見るのはもっともっと、そうですね、ですよね、まあ、あのちゃんと使ってるってことですね。え、もう何回見たって記憶あるんですか？7週、すごいですね。しかもね、記述の問題で出てきてる知識っていうのは、S 式を作り始めてから、講義の中で喋ってるやつからほとんど出てるんですね、記述は。だから講義を、短い時間だけどあそこは重要なところ、基本的なところ、絶対押さえてほしいところを喋ってますから、この点もね、あの講義聞いて隙間時間に聞いて耳で勉強する、で家帰ってからテキストとか条文とか目で勉強する、手を動かす、そういう、まあ、五感をフルに活用して勉強すると、やっぱ合格っていうのは近づいてきますね。いやいいですね。なんか2人であそうそうって言ってるのがいいなと思いました。このね、若干第三者からの目線でややこう視聴者目線で見てますけれども、いや司会進行役やっていただいてる、2人だけだったらぎこちなくてしょうがなかったと思いますよ多分、よかったです、よかったです。はい、あと S 式の勉強方法っていうところも聞いていきたいんですけれども、単元ごとに教科書を見ながら動画を見る、まあ強調するところ先生が言ってたところをマーカーする、条文チェック、条文までやるんですね、しっかり。そうですね、やっぱり一番最初の講義から鎌田先生はやっぱ条文が一番大事っていうことをもう本当に耳に残るぐらいおっしゃっていたので、もうそこは信じて、わけわかんない条文出てきてもとりあえずチェックして記憶に残そうっていう形でずっとチェックしていました。すごい、
いいですね、先生が喋ったことをこう実践してもらえてるって。ありがたいです、ありがたいです。でもね、実際に皆さん考えてほしいんですけど、うん、行政書士試験って法律家、町の法律家になる試験なんですね、はい、で皆さんが実際実務に出て法律家になって実際に仕事をするっていう時に皆さんの一番の武器になるものは何かって言ったらやっぱ法律なんですよね、はい、この時に皆さん専門家として受験して合格して行政書士になりました、法律読めませんと、見たことない法律全く分かりませんだったらこれ仕事できないですよね、うん、まあ、実際私も実務やってると自分で法律を勉強見て、勉強して、解釈どうなってんのかなっていうのを考えたりして、お役所とお話ししたりするわけですから、はい、やっぱ実務的にも法律っていうのが皆さんの根底にある、うん、非常に大事なものになってくる、うん、なので私の授業では条文っていうのを大事にしてっていうのはよく言ってる、まあ、実務的にも試験対策上も大事だっていうふうに私は考えているところですね。うん、あとその上杉さんが自分でやってたっていうところで、はい、過去問ウォークも買ってやってたっていうところを、はい、こうまあ、S 式って講義の中でこう過去問こう、ね、重要なのは重要なんだけど、こうっていうのはなかなか伝える時間が私もなくって、あのもどかしい気持ちでやってるんですけども、それをあのちゃんとご自身であのウォークモノ買ってやってましたっていうことも書いてたんで、すごいなと思って、だから勉強方法じゃちゃんと過去問が大事なんだっていうところもあのね、鎌田先生の講義でももしかしたらおっしゃってたのかもしれないんですけども、うん、それをやっぱ実践してるってすごいですよね、先生ね。すごいですよ。うーん、このね、過去問っていうのを、はい、解くっていうのがやっぱりね、実際に受験生皆さんもすで、はい、に何回か受験されたことのある方は特にだと思いますけど、うん、最初絶対ね、あのどの予備校のどの先生の授業を聞いても過去問じゃあ家で解こうって言ったら絶対にすんなり解けないです。はい、なんでかっていうと法律っていうのは繰り返し、ここも何度も言ってますけど、最初全然わかんないですよ、はい、で問題解いてもよくわかんない、何言ってんだこいつはっていう話なんですよ、はい、だけどわかんないなりに足を止めずに何度も何度も繰り返するとなぜか分かってくるんですね、なんでかっていうと法律って有機的に関連してるってよく言うんですけど、憲法の判例の中で行政法前提にするところとか民法前提にするところとか法律って絡み合ってるんですね。だから問題を解いた時、最初解いた時はちょっと分かんないけど何度も何度も解いて他の単元の知識も入ってくるとどんどん分かってくるっていうところになりますから、過去問演習する際に最初ね、とっついてつけて、マイク落ちちゃった、手つけてよく分かんないなっていう問題があったとしても何度も何度も繰り返す歩みを止めないっていうのはぜひね、覚えておいてほしいと思います。うん、ですよね、こうあの S 式取ってからこう、ね、11月までをこう書いてますね。やっぱり過去問ってやっぱ講義を進めるごとにちょっとずつその、ね、何言ってるかわからないで大きく一緒にうなずいてますよねそうだそうだってね、そうですよね。あ、私からもちょっと質問します。この過去問で分からないって最初もなるじゃないですか、はい、そこからどう脱出できましたか。まず、はい、教科書をに戻る、うん、で動画を聞く、うん、でそれでも分かんなかったらもうネットで検索するっていう感じで進めていました。他の教科書には手を出さず、うん、もうあの使ってる教科書の中でまずは知識を得ようと思って、うん、そういった形で繰り返してました。すごい正しい使い方。正しいです、正しいです。うん、いや、ありがちな受講生さんだと分からないところがあったらこのテキストないしこの、うん、先生はダメだってなってしまって、あの別で自分で違う参考書を買い出すんですよ、うん、横に手を出しちゃうみたいな。いや、もうちょっと待とうみたいなね、あの後にならないと分からないじゃないですか、そういうのってね、うん、っていうのでまあ大体多分この辺りが一個私の中でボーダーラインと思って、8月末までで、まあ6月から始まったとしても3ヶ月の間で、まあ S 式一周してる人もまあまあ少ないんですよ。
あの私のクラス去年ですけど初めて受講生さんにテル掛けするという謎の、うんうん、あのことをやったんですけど、あのなぜ聞いてたかっていうと、申し込みの日付って分かるんですよ、あるね、あのデータがあるので、はい、それであのかけていくと、で申し込み順に出てくるのでかけていくと、憲法は聞いたんですけど、憲法って40回とかやってます？憲法は最初って鎌田先生のクラスってそんなに、20、まあ、数十回ですね、うん、数十回しかまだ聞いてませんって、この3ヶ月ぐらいでおやおやってなるんですよそう、あとこのぐらい、あ、ここぐらいで、あの行政書士試験の申し込みがね、うんうん、あるので、ここでも電話かけましたね、あの行政書士試験申し込みましたかって、うん、あ、いや、まあ申し込まないとほら合格できないのでそうとかっていうことをやったんですけども、あのここまで自分でできてる人ってやっぱ少なくって、うん、なんかすごいなっていう、何の話したか忘れました、はい、ごめんなさいいやでもね、一つ大事なのはそこなんですよね、続けるっていうところですよね、うんうん、上杉さんもですね、おそらく法律勉強した時、初めて勉強した時、過去問解いた時、うん、最初はやっぱ分からない問題だらけで、もうダメなんじゃないか、やめようかなって思った時期は必ずあったと思います。実際大高坂先生も、僕ももう法律わけ分かんねえよっていう形でね、諦めようと思った時期は絶対にあるんですね、受験生であれば誰でも。今偉そうに喋ってますけれども、でその分かんないけどっていうところを乗り越えるっていうのも行政書士試験で皆さん問われてるところだと思いますから、はい、ぜひですね、今途中で諦める方が、ね、結構いらっしゃるっていう話がありましたけど、うんうん、最後まで走り抜けた先に合格があるっていうのは忘れないでいただきたい。そして走り抜けるにあたっては講師を信じてついていくと、はい、いうところですね、ぜひ、気にかけていただければと思いますですね、はい、あと、まあ、過去問もうまく使いながらっていうところで、一周終わったのが8月末ぐらいですか。そうですね、これでいくと8月末になります。で、動画を倍速で聞いてっていう感じでこう進んでたと思うんですけれども、あれさっき最初に打ち合わせした時にとあるものを、あの対策として、あの捨てたっておっしゃってましたけどおっしゃってましたけど、ある科目を、はい、私は商法会社法を捨てましたいや、いい選択だと思いますけど、うんうん、いや理由は明確で、6月に始めてますからね、うん、これがあの1年とか、うんと行政書士試験が終わったぐらいから始めた、まあ、1年、ね、本当に1年ぐらいからだったらいやーってなりますけど、うん、あれこうさっきおっしゃってたの捨ててしまったっていうのは理由なんて、もし教えてもらえたら。あ、はい、うん、まず3時間で試験を解き切るってなった時にやっぱり時間が足らないなっていうのを過去問を通して思いまして、うん、というのとやっぱり苦手意識がやっぱ強かったので、もうそれだったらその勉強時間を行政法民法に当てたいなっていうところがあったので、もう見切りをつけてすぐに捨てることにしました。素晴らしいと思うんですよね、うん、あの完璧な回答ですよね、うん、戦略的には素晴らしいですね、うんうん、なんでか分かります？皆さんこれ商法会社法ね、なんか大事そうな科目捨ててなんで合格できるのって皆さん思いますよね。はい、行政書士試験って300点満点中、先ほど言いましたように180点超えれば基本的に合格できる試験なんですね。その中で商法会社法って点数でいうと20点しかないんですね。逆にさっき上杉さんが民法行政法に時間割いてたと、うん、当ててたとおっしゃってましたけど、民法行政法実は何点あるかっていうと188点あるんですね、うん、180点取れば基本的に合格の試験で、民法行政法だけで188点あるんですよ、はい、会社法20点しかないんですよ。どうですか、はい、民法行政法完璧だったら受かっちゃうような試験なんですよ、うん、
だから試験戦略的には勉強する時間がないんだったら商法会社法を捨てちゃうっていうのも一つの手ではあると。上杉さんの場合にはまあこの5ヶ月ぐらいしかなかったのでベストな選択だったかなっていうところですね。ただまだ1年ぐらいあるとか期間がある方は少しは勉強してほしい。なんでかっていうと点数最近取りやすいんですね、商法会社法って。基本的な問題が聞かれやすいところなので、はい、設立株式機関この3つはぜひね基本的なところは押さえておいていただければなってところです、うんうんうん、だと思います。私も同意見ということで、うん、いや受験生の頃はねやや捨て気味だったんですよ、うん、でも私はすいません上杉さんみたいにこの捨て科目があるのはしょうがないことだと思うんですけども、それをどこに当てるかって、捨てた分のその勉強時間をどこに当てるかまでしっかり答えていただいたのがやっぱり合格された方だなっていうのは感じます。それをだってやっぱり実践してますからね、っていうのでやっぱりこうやりきる力がある人は合格するんだなっていうのをすごい感じました、っていうので、8月ぐらいまで行って9月から模試が入ってくるんですよね。そうですね、この、直前講座っていうのはどういったのをやったんですか。3つ取りまして、はい、一般知識と、民法の総まとめと行政法の総まとめの講座を取りました。いわゆる道場ってやつですかね。鎌田先生も道場されてますもんね。道場やってますね。道場ってレックで夏頃に直前期にですね、各先生たちがやるんですね、その先生たちが大事だろうっていうところをやるやつです。すいません、多分回答用意してなかったのがパターンでした、はいはいね、時期になったら宣伝がねガンガン出ますので、多分このぐらいで出るんですよね一般的に。こういうのがあるよって、出てくるので戦略的に取り入れたっていうことですもんね。ということです。他にすいません、なんか言い足りない、私はこういう勉強してました、びっくりびっくりみたいなのないですか。そうだな、机の前に座って聞く科目と、こうストレッチとか寝ながら聞く科目はでも分けていたと思います、ちなみにじゃあ行政法って座って聞いてました。むしろじゃあ体を動かしながらは、憲法はもう座って聞くのはやっぱ範囲も少ないのでもったいないなっていうのがあったので、もうストレッチとご飯の時間しか憲法はずっともう試験前まで聞いてなかったです。これね、はい、さっきもこれね、これか、確かに確かに、いやでもあれですよね、その記憶的には鎌田先生、はい、そうやって動かしながら記憶するのっていいですよね。いいですいいです。しかもね、座って見てるだけだとやっぱね、法律って眠くなりますからね、だから勉強を覚えようっていうところはこうやってね、紙持ったりしてね、こう歩きながらこうやってね、こうやって家の中ね、こう徘徊するとかね、そういうことをするっていうのもね、運動にもなりますしね、記憶にもいいというところです。はい、ありがとうございます。そうですね、あと、そう、鎌田先生から何か質問とか、ここまでとかで、ここまでとかで特に質問というところは結構ないんですけど、ただですね、皆さんに押さえておいてほしい、上杉さんが先ほど教材使ってテキストと過去問集と条文を見てましたよ、大事にしてましたよ、繰り返してましたよっていうふうにおっしゃってましたけど、法律学習の王道っていうのがあるんですね。これ実は難しい話じゃないですね。定義であったり判例であったりテキストに書かれている内容を理解する、
で、理解した上で、テキストであったり過去問で出てきた条文があれば法令集見てポイントとなるようなところをマークするとかね、手を動かしながら条文を確認する。そしてこれを繰り返すと。でこの3つをどれだけモチベーションを持ってできるかというのが結局はシンプルですけど合格につながる一番効率的一番知識が伸びていくものなのでぜひですね法律学習の王道まあ大高坂先生の話でもありましたけどちょっと不安になってね違うテキストとか問題集とかにすぐ手を出しちゃうと手を広げちゃうっていう方がよくいらっしゃるんですけどそうじゃないんですね。手を広げても一つ一つがちゃんと頭に入っていれば当然それはいいことですよ。でも一つのものがちゃんとできてないのにあこれダメだ次行こうっていう形で手を広げていくと全てにおいて曖昧な知識なんですね。行政書士試験合格率 10% 前後です。 10% 前後の試験で曖昧な知識で太刀打ちできるか敵を倒せるか倒せないですから、正確な知識を持った上でそれを応用して見たことないものを推測できるか、そのためには今あるものを完璧にする、定義判例条文繰り返すモチベーション維持、これを大事にしてほしいというふうに思います。はい、そうだと思いますそう、それのやっぱりどう勉強するかっていうところで一つの手段がS 式だっていうところっていうのはやっぱり入り口がねそういうところだと思うので、でもなんだろう、言い方があれなんですけど使い倒してますよね完全に。だからやっぱりあれ結果とか見せていいんですか。はい大した結果。いや何をおっしゃいますか。これですよね。だって6月から始めたんですよねっていう振りをしながらギリギリですね。いやすごいですよ。これが2022の試験ですよね、はい、だって19分の18、うん、で9分の6ですよ、うん、理想的な点数の取り方ですね。すごいと思います。確かこの年って行政法って組み合わせ問題がすごい少なかったんですよ。誤した択一で合ってるもの間違ってるもの1個選べて時間かかる問題が多かったんですね。それで結構体力奪われてしまってっていう受講生さんも多かったんですよ私が聞くところで。で行政法については結構過去問から聞かれるのが多くて、その代わり民法がいろんなテーマ聞かれてるっていう。そうですね、ネペトが間違えました。そうですね。そう、はい、で行政法で時間取られたから憲法も比較的取りやすい問題が多かったんだけどみたいな、ので取りづらかったみたいな、っていう年だったんですよ。でも本当に理想的に取ってますよね。これは全部読んで書いたんでも運が味方をしたという感じですかね。そう、はい、何番選ぶか問題ね今年は4にしようと選びました。そう、でもそれをしっかりその戦略通りにこの2つの民法と行政法に振り分けたことでこういう点数になったっていうことですよね、担当の鎌田先生からの、はい、いや理想的な点数の取り方ですよね。やっぱり、うんうんうん、さっきも言ったけど行政法と民法が行政書士試験の核ですからね、ここで点数を取れるっていうのは非常に大事。しかも勉強するとやっぱ憲法から勉強って始まるんですね。で憲法って、言ってしまえば裁判官っていう、プロのシェフがフレンチ料理を一気に目の前にボンって置いてくるようなもんですから、フレンチ料理食べたことないような人これなんだというふうになるわけですよね。それぐらい最初理解するのが難しい時間かかる科目から皆さん入るんですね。だから憲法時間使いすぎちゃう方結構いらっしゃる。ここはちょっと注意してほしいですね。憲法っていうのは点数でいうと28点しかないですから、民法行政法に重点を置くっていうのは非常に大事で、上杉さんもいい勉強の仕方をされてたと思います。すごいですよね本当。やっぱりこう繰り返しやって
るっていうのが点数に出てきてるなっていうのは思います、うん、あのここがあの私は結構13問の壁って言ってたりするんですけど、うんうん、13からの伸びる人はしっかり過去問も回してるし、あのだからどこが出るっていうのはだいたい目処ついてて、それ何で目処つけるかって、そのさっき言った条文が大事っていうところの条文に落とし込んでいる引っ掛けパターンを知っているみたいなところがうまく自分の中で取り入れられてから上に上がるんですよ。そこまでできてない人はやっぱり止まっちゃう。これはもう例年そうだなと思っていて、うん、あのそこをだから悠々に突破されているというところで、あのそれこそ、6月からやってても過去問を過去問こうやって取り入れた結果やっぱりついてきてんだなっていうのを、うん、感じました。素晴らしいと思います。ありがとうございます、とんでもないです。そう、先ほどね大高坂先生言っていただいたように、はい、13問の壁っていうのは、はい、まあ、私もその通りだったなというふうに思う、13問はある程度ね過去問とか回せればだいたい皆さん取れてくるんですね。だけど行政書士試験の難しいところは過去問と全く同じ問題っていうのはほぼ出てこないですね。同じ知識なんだけど何かしら言い方変えたりしているんですね。だから過去問だけをどうにか処理してる方は13問ぐらいとどまっちゃって、言い方を変えられたりちょっと論理関係変えられたりする、その思考のところにが鍛えられてない方はそれ以上いけないっていうところもありますね、うん、そうですね。ここで苦しんでる方多いです、うん、リベンジの方はやっぱりここでなんかやり方間違ってんじゃないかって別の方法をさっき、ね、言った通りあの探し始めたり予備校変えちゃったりとかして、うん、っていうのでこうぐるぐるいってるイメージがあります、うんうんうん、だから、まあ、あのまあ今回あの S 式の対象の方って私は初学者の方をイメージしてるんですけど、はい、まあ、例えばそのリベンジの方で、はい、S 式使うとしたら、はい、なんかこう使い方としてはこうどう変えていけばいいとかって、はい、実際ですね合格祝賀会とかで S 式合格された方にお会いするんですけど、意外にですね、はい、何回かあの受けてる人っていうのも S 式取られてるんですね、はい、で実際に合格されてるんですね、そういった方にも S 式っていうのは使える。なんでかっていうと、そういった方は一通り勉強してるわけですよね、で一通り勉強してるから全体はもう分かってるわけですよね。で全体分かった上でその基本的なところ、重要なところを今一度 S 式で確認する、あとは今まで足りてなかった条文とか、ね、過去問を回す回数とかね、そういったところを、まあ、精度を上げていく。そうすれば再受講の方も合格っていうのはつかめる。実際にそういう方も結構いらっしゃるところですので、初学者の方であってもできる限り講師は分かりやすくお伝えしようっていうふうに努力はする。で合格するためにはどうしたらいいんだっていうことも講師は伝える、信じてついてきてもらえればと。またね、さっき言ったように再受験の方も再度の確認の意味合いで勉強すべきポイント、今まで勉強できてなかったところの気づきっていうのを講義の中で得ていただければ、うん、合格はつかみ取れるところなので、うん、ってとこですね。はい、はい、まだ意図してない質問をして、はい、おりますアドリブのところはね結構ね私喋るの長くなっちゃうそう、大体僕が長く喋ってるところアドリブで飛んできたところなんで、ね、最初から長かったなって思っているあなたはその通りですね最初からアドリブに入れるっていうねはい、はい、で、あ、もうこう、あ、結構あの1時間近く喋ってるんですけど、はい、あのそろそろやっぱ締めにね、はい、行きたいんですけども、あの教材はやっぱりレックのほぼ使っていたってことですよね。はい、全部レックさんの使わせていただいてました。うん、ありがとうございます。で、差し支えなければいいんですけど、こう合格を行政書士合格したじゃないですか、うん、はい、その、まあ、現在どういう感じでこう生かしてるとか、まあ、資格を生かしてるとかどうとかってもしあれば、はい、はい、行政書士になりたいなと思ったきっかけが、まあ、遺言書を自分で作りたいと思ったのが、まあ、初めてのきっかけ でやっぱ遺言書はその、まあ、亡くなった方が最後を意思表示する大事なものになるので、まあ、そういった大事な部分に携わりたいなっていうふうに思って、まあ、行政書士を目指しました、は
で、その後やはり相続手続きを、まあ、専門にやりたいなっていう思いがその時出てきましたので、今は司法書士法人で、相続手続き、家族信託、遺言書作成をメインにさせていただいてます。どうですか、行政書士の勉強生かされてますか？そうですね、やっぱり民法とか相続関係はすごく関わってきているので、まあ、とても役に立ってるというふうに、はい、思います。なんか鎌田先生がニコニコしてますけど、あのね、正直言っちゃうと、皆さん今上杉さん言っていただいたように、民法の相続関係とかね、はい、一定の部分は実務でも役立ちます、実際使えます。だけど実際の許認可関連の手続きに入ったら、はい、皆さんはちゃんとした、ね、夜のお店関係とかだったら風営法とかね、はい、食品衛生法とかね、建築基準法とかね、各種の行政関連法規をちゃんと勉強しなきゃ仕事としてはやっていけない、はい、だけどそのじゃあ行政書士試験というのは一切リズムに関係ないのかっていうと、そうじゃなくて、それら行政関連法規に共通するような前提を、これから法律家になる皆さんちゃんとつかめてますかっていうことで聞かれてきますので、はい、なので実務をやってる私からすると、またこれから実務をやりたいと思って行政書士試験臨もうとされている方は、はい、まずは合格するっていうのが大事ですね、行政書士試験に出てくるものが即仕事に直結するんだったら試験範囲を完璧にするまで勉強するっていうのは大事ですけど、実はそうではない、実務に出たら実務に出た勉強っていうのが必要になってきますから、できるだけ早く効率的に合格する、はい、でまずはバッジを手に入れる、そこから皆さんの行政書士人生、実務家としての人生、ね、そうが進んできますので、はい、効率的に、合格をつかみ取りましょう、はい、それが S 式ですって感じですね。そうですね、うんうん、あでもすごいですね、司法書士法人に、はい、うん、でもなんかいろんな形があると思うんですよ、やっぱ最初目指してたきっかけとやっぱりこう今って違ってて当たり前だなと思います、うん、だから学んでいくうちにやっぱこういう風な道の方が自分にしっくりくるなっていうので、ね、今ここにいると思いますので、まあ、このこれからねそうやって目指していく行政書士試験合格に向けて目指していく方へ、上杉さん、メッセージがあればお願いいたします。はい、3つあります。はい、1つ目が動画を皆さんたくさん聞いていただいて、もう先生が次言うセリフとか次これ来るなっていうところまで想像できたらもう合格に近づいている証拠なので、何回も繰り返し動画を聞いていただきたいです。で、2つ目がやっぱ資格試験勉強って、まあ、行政書士試験以外にもたくさんあると思うんですけど、やっぱ一人でやってるからすごく孤独です、自分との戦いだと思うので、なんだろう、まあ土日飲みに行ったりとか遊びに行ったりしてる人とはちょっとまあ別の世界にいると思って、もう頑張っていただきたいなっていうふうに思ってます。で、最後がやっぱ勉強一人でしてるので辛い時とか苦しい時はたくさんやってくると思います。なのでその時はもう SNS を通じて、まあ、先生に助けを求めたりとか質問をメールでするとか、そういった形でレックの先生を信じて最後までやっていただけたらなというふうに思います。ありがとうございますじゃあ最後鎌田先生もお願いいたします、はい、私もじゃあ皆さん行政書士試験これから目指そうとされている方にお話しさせていただこうと思いますが、一番最初に申し上げましたようにですね、まずは受験する行政書士試験を取ろうってなったら、正直言ってしまうと最大の敵は自分自身の心モチベーションになってくるんですね。法律を何度も繰り返して正確になるまで頭に入れるっていうのも忍耐力っていうのが結構問われてくる、モチベーション維持っていうのが
非常に大事になってくる。今上杉さんお話しいただいたように、一人で孤独な時間をどう戦い抜くかというところも問われてるんだというのは一つ押さえておいてほしい。これも得点につながることですし、なおかつ自分に打ち勝つ、それができますかが問われている試験なんだっていうのもちょっとね気にかけておいてほしい。そのためにはやっぱり目標ですよね。頑張る、その頑張ろうと思える資格なのかっていうところ、ここを一つ実務をやっている私からはお伝えしたい。一番最初に言いましたように1万種類以上職業の範囲としてはあるんですね。絶対に皆さんがやりたい仕事っていうのは出てくる。実際に私の知り合いの先生とかは結構ねオタクって言われるような形の世界にいらっしゃる方でねコスプレとかねそういうのも好きなんですね。で実際にそれが仕事になってるんですね。コスプレイヤーの人たちがどこかで集まってみんなで何かやるってなったら絶対に各種の教員か関係は必要になってくる。よくね授業の中で最近言ってないんですけどね、一歩歩けば行政法って言うんですよ私ね。見てください、今ここで私たち喋ってますけど、この建物建てるのに勝手に建てられないです、はい、建築確認であったりの各種の手続き必要です。道路歩けばどうですか、あれ道路を勝手に使えないんですよ。道路に関連するルールっていうのがあります。一歩歩けば行政法ですから、皆さんは今行政法ランドの利用者ですけど、行政法ランドを築き上げていく側に回っていくことができるんだと、日本を回していく側になれるんだと。でまたですね、私は実務では基本的にロボット関連の会社の顧問であったりをしているので、まあ、最先端技術に触れるっていうのも、まあ、やっぱ新鮮なね、ところですし、また新しい技術が出てくればドローンとかね出始めた時もあれ勝手に飛ばせないんですよ。で出始めた時は行政書士の人先生とかがね許認可関係で仕事にするとか、新しい技術が出てくれば絶対手続きが出てくる。でここには絶対行政書士がいる。皆さんが絶対にやりたい仕事は見つかるのが行政書士試験。行政書士という仕事、単なる紙を書くだけの仕事ではないんだよと、夢のある仕事なんだよっていうのは一つ押さえていただいた上で、やることは S 式講義の中でお話ししてます。短い時間であっても合格率、一般合格率の3倍の数字、過去の合格者の方頑張っていただいてですね、上杉さんもそうですけど出していただいている大田坂先生であって、私を信じてついてきていただければというふうに思うと。でこの S 式を最大限活用して合格するとなった場合には、そろそろ話を終わりますからね、長いと思いますけどためにはやっぱり S 式のフルセットですよね、はい。講義は当然、はい、問題アプリもそうですし、記述もそうですし、模試もそうですね、はい。模試もこれ実はぜひ皆さん取ってほしいんですね。なんでかっていうと、模試を取るっていうのは各種予備校さんがですね、本年度出るんじゃないかと思うような予想問題のストック問題、はい、っていうのが一つ気づけるっていうのもそうですし、また3時間という試験の本番に慣れる、やっぱ本番慣れてないとですね、本番で力出し切れないっていうところもあるので、またまあもう当然のことは実力試しですよね。自分は今どこが弱いのかっていう弱点把握して直前期に追い込む見合いでも模試っていうのは非常に大事になってくる。そしてその模試の回数もできる限り多い方がいいですね。なんでかって言ったら、予想問題のストック数が増える、実力試しができる、弱点把握できる機会が増えることになりますから、模試ぜひ取ってほしい。そしてまた最後にレックの模試、これはねレックがすごい自信を持ってるんですけどね、受験者数一番多いんですよ。それぐらい、レックの模試っていうのは、まあ、クオリティ的にも力を入れて、レック自体が力を入れてるところ、実際本番の試験でも数多く同じような問題出てるところですから、ぜひ頑張っていただければと思います。長くなりましたけれども最後に一言ですね
まだ続くんですよ。最後に一言、諦めたらそこで終了ですから、はい、ね、諦めたらゼロですけど、進み続ければ可能性っていうのはあるわけですから、ぜひ頑張って行政書士試験合格していただければ、そのサポートを私たち数式担当します太田坂先生であったり私にさせていただければというふうに思います。はい、太田坂先生もありますか？長く喋っちゃいましたけど、ないです、はい、ごめんなさい、私が長く喋りすぎちゃいましたね。もう全てを言ってもらいましたので、私はもう一言だけ、コツコツは勝つコツなので、はい、そう、はい、それ大事ですからね大事ですから、もう2人合わせたら一番大事なことですよ。諦めずにコツコツと勝つ、ね、そうですよ、はい、うまいことを言ってまとめようとしたけどね、なかなかまとまらなかったかもしれない、はい、ということで、もう時間が来てしまいましたので、はい、この辺とさせていただきます、はい、本日は上杉さんに来ていただいて、はい、合格者 の、 対談をさせていただきました、はいはい、ということで、どうやって締めたらいいですか皆さんも、はい、ぜひ合格をつかみ取りましょう。はい、バイバーイ